リモートワークで Zoom などのオンライン会議って増えてきてますよね。有線イヤホンみたいにこんな風にね、ケーブルが画面に映ったり、こんな感じでヘッドホンのように大掛かりにはしたくないじゃないですか。そんな時に便利なワイヤレスイヤホン、今回はこちらを紹介していきます。今回紹介するのはこちら、サウンドピーツのミニというモデルになります。めっちゃちっちゃくてね、丸っこいこんな可愛らしいケースにね、実はイヤホンが2つ入ってるんですよね。じゃあこの本体ではなく、まずね箱の中身から見ていきます。箱もですね、結構ちっちゃくてしっかりしたかっこいい感じの箱ですよね。で、中には充電ケーブルですね、 USB-A ともう一方が USB-C のタイプになります。で、 USB-C のこっちにですね、ここケースの裏側にはめ込むっていう感じですね。あとマニュアルは日本語に対応しているので、この辺親切ですよね。それからこういったイヤーチップが SML で3つついてます。これは便利ですね。じゃあ簡単にこのサウンドピーツのミニのスペック紹介していきます。まず取り出してみるとですね、めちゃくちゃ軽くて小さいんですよね。で、単体の重さが 4.2g だそうなので、もうほとんどね耳につけてもつけてる感じがしないぐらい軽いです。で、最新の Bluetooth 5.2 に対応してまして、通信スピードであったり音の途切れとか、あと通信の範囲とかもかなり向上されているみたいですね。で、通話については AI のノイズキャンセリング機能がついているので、この辺もちょっと試してみたいと思います。ちなみにこのイヤホン単体で7時間の連続再生、音楽の再生ですね、連続再生ができて、しかもこのケースですね、ケースが充電器になってまして、ケースを使うことで最大で27時間の連続再生ができるようになります。これをケースにね、イヤホンをケースに入れることでこういう風に充電が始まるんですけれども、充電はこのケースに入れると 2.5 回分充電できます。でもイヤホン単体で7時間連続っていうのはちょっと少ない気はするんですけれども、充電ケースがねこのようについてるので、これはこれでいいかなと思います。で、防水機能なんですけども IPX5 ということで、ちょっとした雨とか汗にはある程度ね、防水機能はついてるっていうレベルですね。デザインもね、こんな感じでシンプルですね。イヤホンの形状はこうオーソドックスなカナル型と言われるタイプになります。で、先ほども言ったように耳の大きさにね合わせられるように SML のイヤーチップが付属してます。特に激しい運動とかをしながら音楽聴きたい人って言いますよね。そういった方にもこういったね小さいイヤーチップがついてたり、大きいイヤーチップがついてたりするので、そちらを試してね、ぴったりフィットするものを選べるっていうのはいいですよね。じゃあもう早速ね使ってみたいと思います。まず最初にね本体をリセットするところから始まります。リセット方法なんですが、こんな感じで充電ケースにイヤホンを入れた状態で、ここの表面がねタッチパネルになってるんですけれども、ここのタッチパネルを10秒間長押しします。そうするとインジケーター、 LED のインジケーターがちょっとね見づらいんですけれども、ここにねあるんですよ。インジケーターが赤白の点滅が始まるので、それでリセット OK になります。リセットしたらペアリング作業に入ります。で、ペアリングも結構簡単でですね、もうこのイヤホンをケースから2つ取り出した時点で、もうこの時点で左右のね連携がされます。で、5秒ぐらい連携にかかると思うんですけれども、この5秒ぐらい待った後に、接続したい端末、スマホとかですね、そういったもので Bluetooth を開いてもらって、サウンドピーツミニという項目を選べば、こんな感じでね出てくるので、ペアリングして完了になります。めちゃくちゃねペアリングも簡単ですよね。で、しかも早いんですよね。で、実際耳につけるとこんな感じですね。正面から見るともうほとんど目立たないような感じになります。で、横から見るとこういう感じですね。先ほどのイヤーチップがあるので耳へのフィット感もかなりね高いです。じゃあちょっとね実際音楽をね聞いてみたいと思います。ちょっと YouTube で配信されている音楽ね少し聞いてみます。音楽は結構ね綺麗にクリアに聞こえますね。で、値段なんですけれども、5000円以下のイヤホンということで、そこまでね、高音質を求める人にとってはちょっと物足らないかもしれないですね。いわゆるドンシャリ系と言われるものではなくて、
中音域がクリアに聞こえるような印象があります。まあ、例えばワイヤレスで電話をしたり、まあ、先ほど言ったズームの会議ですね。もちろん音楽もなんですけれども、そこそこ綺麗に聞こえてくれるので、このサウンドピーツミニはね、先ほど言ったようにコスパもいいのでおすすめできるかなと思います。で、先日ね、このサウンドピーツミニでズーム会議ね、実際やってみたんですよね。で、その時に内蔵してるマイクがあるんですけれども、そちらで普通に会話をしたんですけども、相手側にもしっかりね、このマイクを使って内蔵マイクでしっかり声が聞こえてたということなので、まあ、ズーム会議にはこれで十分かなと思います。まあ、何よりね、こういったケースも小さいですし、バッグのちょっとした隙間なんかにも入るので、持ち運びは便利かなと思います。で、価格なんですけれども、現在 Amazon では4580円でこれサウンドピーツミニ売ってます。で、今見たらちょうどね、セールがやってたんですよね。で、セールちょっと終わってるかもしれないんですけれども、もしね、これページ覗いた時にセールやってたら、欲しい方はね、早めに買った方がいいかなと思います。で、こちらの購入先のリンクについては概要欄の方にも記載しておきますので、ぜひチェックしてみてください。今回の動画良かったと思っていただいた方は、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画で。いや、私ね、初めてワイヤレスイヤホン買ったんですけれども、こんなにね、あのペアリングも簡単で、で、音もね、音楽もね、かなりね、綺麗に聞こえるんですよね。で、先ほど言ったようにズームの会議とかでも相手の声もクリアに聞こえるし、相手側もね、この内蔵マイクでしっかり聞こえてるということでね、このイヤホンね、ちょっと買って得したかなと思います。皆さんね、どんなイヤホン使ってますか？もしね、よかったらコメント欄の方に書いていただけると嬉しいです。それじゃあまた次の動画で。